新しい政策研究会は、日本の政治団体。会長は、小沢一郎。略称は、新政権。小沢グループは、菅直人政権時代から、党内主流派との対立を深めており、後継の野田佳彦政権下においても政権が進めようとする消費税増税などに激しく反発していた。こうした中の2011年12月、小沢グループに所属する複数の議員が離党の動きを見せ、小沢一郎自身も離党して、石原慎太郎や亀井静香と共に保守第三極政党を結成するのでは、との話も報じられた。しかし、小沢は、周辺の議員に慎重に行動するようにと呼びかけ、党内に複数存在する小沢を支持するグループの統合に向けて動き出した。2012年9月に行われる党代表選での小沢の返り咲きを狙っているとも言われていた。当初、小沢を支持する一新会、北新会、参議院の議員グループの3派の統合が検討されたが、党内に軋轢を生むとの慎重論もあったため、3グループの枠組みを残したまま、12月21日に小沢自身を会長とする新しい政策研究会が結成された。また、民主党以外の議員も参加できる超党派の形となった。2011年12月当初、民主党、新党絆、新党第一、新民主、減税日本、無所属の国会議員106人が所属していた。2012年7月、小沢自身が多数の側近議員らを引き連れて民主党を集団離党し、新党、国民の生活が第一を結成した。新党は民主党と対立する野党というスタンスを取る。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙と2013年7月の第23回参議院議員通常選挙で、ほとんどの所属議員が落選し、公式サイトも2012年11月を最後に更新されておらず、組織自体が消滅した。しかし、2019年4月に国民の生活が第一を引き継いだ、自由党は民進党を引き継いだ、国民民主党と合流し、さらに2020年9月の新立憲民主党への合流により、小沢を中心とする党内グループの存在が再び報じられている。当時106人は、ぶっこ者。元衆議院議員元参議院議員。2012年6月26日に衆議院本会議において消費税増税法案に欠席あるいは棄権した議員。新しい政策研究会の前段階。これらを存続させた上で合同勉強会という形で結成された。しかしながら、それらに所属している当時現職議員の中には、参加しなかった者も少なからず存在する。当時の不参加議員 ABC、小沢 G 統合勉強会、106人で消費増税県政。読売新聞、2012年1月13日閲覧。立憲も、派閥が活性化ベテラン参加で、地殻変動配慮迫られる創業者、枝野氏。毎日新聞。2020年12月26日閲覧。小沢系勉強会の出席者。時事通信。2012年3月31日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTUVWXYZ、AAB、AC アド AAF、AGI、AJKR、AM1AOAPAQR アズアット AU。AVOXI アズバ、BBBCBDPBF 当時の日本未来の党所属議員。ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTUVWXYZ、AAB、AC アド AAF、AGI、AJKR、AM1AOAPAQR アズアット AU、AVOXI アズバ2012年6月26日の衆議院本会議において消費税増税法案に反対。ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTUVWXYZ、AAB、AC アド AAF、AGI、AJKR 当時の民主党所属国会議員。ABC 当時の新党第一、新民主所属国会議員。ABC 当時の日本維新の会所属国会議員。ABCDEFGHIJKLMNOP 次期衆院選の出馬が予定されている現職の国会議員。2019年5月に国民民主党公認内定受諾後、2020年9月に合流立憲民主党に参加するも、10月に離党。2021年4月に日本維新の会の公認内定を受ける。国民の生活が第一との統一会派に所属。ありがとうございます。